2022年を振り返りたい。はい、というわけでやってまいりました。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回の動画は、今回ね、もう12月23日ということで、2022年も残りわずかとなりました。ということで、皆さんと一緒にこのボンドチャンネル2022年を一緒に振り返りたいと思います。で、ボンドチャンネル2022年は、全部で250本ぐらい動画を上げさせていただいたんですけれども、その中からたくさん再生回数回った動画だったりだとか、あとは話題になった動画、あとは個人的にお気に入りの動画だったり、あとは再生回数あんまり回ってないんですけれども皆さんに見ていただきたい動画だったりをまとめてご紹介させていただきたいと思います。で、全部紹介すると結構な時間かかっちゃうんで、四半期ごとに分けてご紹介させていけたらと思います。で、全部紹介した後は一応来年のオートサロンについてもちょっとお話しさせていただきたいと思います。それでは参ります。個人的に印象に残ってるのは S63 クーペのブラバスですね。これ東京店のフロント東舘さんが作った車なんですけど、これが結構個人的にかっこよかった。そして PV が個人的にかなりハマって、もう自分でも何回も再生してみたぐらい、お気に入りの動画だったという、結構苦労して作ったり撮影したりした甲斐があったなと。これ動画もちろん残ってますんで、皆さん是非よかったら見てみてください。で、あと記憶に残ってるとこといえば、名古屋で撮影させていただいた緑色の SVJ ですね。もう緑色の SVJ っていう時点でもうすごいんですけど、それがアドペルソナムって言って、要はその特注というかオーダーできるプログラムで緑色に塗って、でなおかつ HRE のホイールを前後で違うホイールを履くという、多分今となってはぼちぼちアメリカなんかでも見かけるケース、カスタマイズの仕方なんですけど、当時多分ほとんどなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、少なくともそのアメタン業界とかスーパーカー業界で、そういった履き方してるっていうのはなかったんで、僕ら撮影陣もびっくりしたし、その後いろんなインスタだったりだとか SNS で共有されて、世界的にも結構注目された。で、やっぱりぶっ飛んでるんでいろんな意見もいただいた動画だったりしたんじゃないかなと思います。で、これも動画あるんで、ぜひぜひ見ていただければ、こだわりのポイントだったりだとか、やっぱりあとはオーナー様の何て言うかな、この趣味嗜好だったりとかっていうのもかなりお話しさせていただいた動画になりますんで、この辺も個人的に印象に残っております。で、あとはこれ振り返って僕個人的にびっくりしたんですけど、 N ラルゴノビテックの812のコンプリートカーですね。これの制作が去年の初めにスタートしてるんですよね。で、これも最初なんで、全部エアロパーツを並べたりだとか、あとはベースになってる車が結構とんでもカラーのすごい812だったんで、この辺もかなりインパクトあって、僕個人的にかなり印象に残ってる、そんな感じの1月から3月になりますね。もうなんか2022年四半期最初から飛ばしてる感じなんですけど、非常に前半1月から3月も濃かった印象です。ここで印象に残ってるものとしては、大阪店、時々僕ら埼玉から出張して、大阪店、1泊だったり2泊だったりして、まとめて撮影する機会が多いんですけれども、この年2022年は大阪店、そのタイミングで行かせていただいて、まとめて何台だろう、4台ぐらい撮ったんじゃないかな、確か SVJ と、だとフラスパと、あとベンテーガと、あと SF90 か。で、それが、たまたま撮影が来るからっていうんで、大阪店のスタッフに、お客様に声かけていただいて、車集めていただいてまとめて撮るんですけど、内容が濃いというか、みんなぶっ飛んでる車で、もう撮影してる僕らもすごいインパクトがあったし、あとは全部、3台かな、まとめてPV 撮影なんかもしたりしたんで、その辺かなり大変だったっていうのと、あとはその内容もかなり濃い。確か SVJ なんかカーボンリム割と最初の方だったんじゃないかな、おそらくそうだったと思います。ボンドグループだったりだとか、あと世界的に見てもカーボンリム装着したスーパーカーっていうのがかなり最初の段階で出させていただいた車になってくると思うんで、その辺もかなり見応えがあるんじゃないかろうかと思います。で、あと第2四半期といえば5月のドイツ出張でございます。これ多分過去最長12日間ぐらいかな、確か2週間行ってないで12日間ぐらいだと思うんですけど、ドイツに出張行かせていただいて、でそれも例の流行り病の影響でまだあんまりこう海外旅行、海外出張っていうのが、気軽に行ける感じじゃなかったんですけど、なんか一応その条件満たせば行って帰ってできますよっていう時期だったんですよね、確か。でちょっと早いかななんて社長にも言われたんですけど、せっかくなんで、行きましょうということで、メインの目的としてはそのブラバスの、イベントというか、世界のその代理店を呼んで、勉強会、体験会、あとは発表会っていう感じのイベントだったんですよ。で、これは話すと長くなります。ドイツに入ってそれこそこう真ん中フランクフルトから入国して、もうドイツの北まで行って南に下って、でまた真ん中に戻って帰ってくるっていう、もう本当に濃い12日間になったんじゃないかなと。そしてブラバスデイズも本当にこれ大体動画にさせてもらったんですけど、動画になってないところも結構あったりするんですよね。本当に体験のところなんかはもっと本当は実はいろいろあったりだとか、撮影しちゃダメなんていうのもあったんで、今となっては話せますけど、実は最近出た EQS のブラバスとか、あれも僕ら最初にもうその時点で見せてもらって、こんなの出るよと。でもちろん撮影はしちゃダメだよ。で新作のホイールなんかももうその時に展示させてあって、そのなんかを見てきたりとかして、本当に濃い12日間だったドイツ出張、これ非常に印象に残っております。でここは時期的には少しずれちゃってるんですけど、6月に行かせていただいたアメリカ出張、各ホイールブランドだったりだとか、あとは取引先だったりだとか、新しいところを回ってくるっていう、アメリカ出張、これが編集なんかも含めて7月以降にアップされてるんですけど、それも非常に印象に残ってるかなと。でショップのプラチナムモータスだったりとか、本当に有名どころに行って、実際その現地の人と情報交換したりだとか、実際アメタン削ってるのを見るのは初めてじゃなかったんですけど、本当にいろんなアメタンの工場に行って、もうアルミの塊からホイール製品になるところまで現場をいろいろ見てきたっていうのは、非常に勉強になったかと。あとは強烈なインパクトを残したファントムのフルマンソリーじゃなかろうかと思います。これも本当にノーマルのファントムご入庫いただいて、マンソリーのフルキットを組むっていう動画だったんですけど、もちろんファントムでかすぎて改装できないんで、オーナー様の運転手さんがこうボンドボディに車を改装して、ノーマルの状態からこうマンソリーを組むという。でやっぱりいろいろロールスロイス触らせていただく機会もあるんですけど、ファントムってなってくると、新車のファントムってなってくるとやっぱり回数は少ないんで、なかなかバラバラにする機会もないですし、あとはその組み上がったコンプリート、外装コンプリートになってる状態っていうのも見る機会なかったんで、これも非常に勉強になったし、ファントムのそのフェンダーが、プラスチックなんていうのも僕らも全然知らなかったんで、この辺もかなり勉強になったっていう意味で印象に残っております。第4四半期、印象に残っているものといえば、G700 ですね。これ裏店で制作させていただいて、カスタム紹介だったりだとか PV も撮らせていただいた車両になるんですけども、実は700を作る前にもボンドショップ浦和で、非常にカスタマイズをたくさんさせていただいた LC をお乗りになってたお客様が今回車を乗り換えたということで、ソフトキットでコンプリートっていう感じに改装して、なんと700馬力にもするという。で結構細かいパーツなんかも本当にいろいろつけてて、電動サイドステップとかソフトクローズとか出たばっかりだったんですけど、その辺なんかもこうたくさんご用命いただいて。PV 撮影もそれをうまくなんか取り入れた PV にできたんで、僕個人的には割と PV 撮影でもリズムよくというか、本当にカスタマイズのリズムそのまんまに PV 撮影編集もさせていただいて、結構個人的にもお気に入りの PV になりました。そしてあとは、本当に最近の話になるんですけども、狭小に行かせていただきました。でこれ前回その6月に行った時と大体メンバーは一緒だったりしたんですけど、今回は少し人数が5人かなで行かせていただいて、葛飾店の横浜店長なんか含め行かせていただいたんですけれども、これも本当に狭の会場をきっちりもう4日間かな回って、他のところ寄らずにクイックで帰ってくるっていう動画で。できるだけその会場に行った感じをお届けするために、本当にもう日にち通りスケジュール通り動画にした感じです。なんで内容的にはちょっと整理されてない部分もあったかもしれないんですけども、狭小のありのまま動画になってる感じなんで、この辺もぜひ興味のある方見ていただけるといいんじゃないかなと思います。あとはもう個人的に動画2022年の動画1本選んでくださいって言われたらめちゃくちゃ個人の独断と偏見になりますが、名古屋店の F8 に HRE のクラシックのやつを履かしたやつですね。これは本当に動画見てもらえば僕のテンションで分かると思うんですけれども、本当にこうしびれましたね。もう毎回各店カスタマイズ紹介でご紹介させていただく車はもう本当にこういろんなカスタマイズが施されてたりとか、もう本当に僕ら庶民からすると、こう手の届かないようなすごい車紹介させていただくんでテンション高いですけど、そんな中でも自分で見てこれはやばいって思ったっていうで、それがなんかこうめちゃくちゃなんかこう手が入ってるんじゃなくって。なんか本当にこうセンスというか、なんかこう雰囲気がいい。だから本当に車ってなんかこうめちゃくちゃやればかっこよくなるんじゃないんだなっていう、少し触るだけでもちょっとニュアンス変えるだけでもなんかめちゃくちゃかっこよくなるんだなっていうのを再確認した1台です。でこれは PV も撮らせていただいて、PV 撮影もまあ大変で、飯村店長がなんかこうね、場所は言わないですけど、ちょっと某所に行ってここで撮ろうよみたいな。前日に別の車をその近くにご乗車させていただいて、ここ雰囲気いいじゃん撮ろうよっていうことで行ったはいいんですけど、どこで撮ろうみたいなで、現地で場所も撮影できる場所を探して、もちろんゲリラで撮影するわけいかないんで、もう撮影場所にも苦労したし、僕最終的には現地の観光協会に電話して「すいませんここの場所を借りたいんですけれども」で最初はいいよって言われたんですけど、その後また電話かかってきて「それ地主さんが別の方なんで自分で交渉してもらえますか?」って言われて、そこの土地の地主さんに直接電話して「すいませんこれこれこういうわけで車の動画撮りたいんでちょっと場所借りれませんかね?」って言うんでお借りして撮影したという、そんな裏話がある動画でございます。これもカスタム紹介と PV になってますんで、この辺も興味のある方見ていただけるといいんじゃないかなと思います。であとは第4四半期、もう2022年の締めくくりといえば仮なんでございます。これがですね、実は車自体制作させていただいたのは去年ですね、2021年に制作させていただいた車なんですけれども、今回東京店の内山店長とお客様の方でホイールを変えようということで、ホイールのリニューアルということで、その前がマンソリーのホイール入ってたのかな。で今回その AG ラグジュアリーっていうアメタンブランドのアメタン、そしてまさかのディッシュホイールをぶち込んで、PV 撮影しようと。でその流れと同時で、ちょうどクリスマスシーズンもそろそろですねっていう話だったんで、うちのカメラマンの方からなんかクリスマス気が利いた動画撮りたくないですかみたいな話があって、最初はふざけてなんか車の上にクリスマスツリー乗せて撮ったりだとか、サンタコスして撮ったりだとか、あとはロティフォームっていうアメリカの鍛造ホイールメーカーがそのクリスマス動画を撮ってて、それが割とシャレが効いてるんですけど、もうすごい手が込んでてちゃんとショートムービーみたいになってるのがあったりとかして、そんなのができたらいいですよねっていう話をしてる中、東京店の内山店長から、この車撮影して依頼をいただきまして、確認したらフルマンソリーの狩りなんでもうインパクトも抜群です、そして最近旬のホイールも履いてます、車が緑色です、じゃあこれはもうクリスマスの動画にはめるしかないでしょうということで撮影いたしました。悪ふざけじゃなくってちゃんとこうユーモアとしてなんかこう面白いことができたっていう、というわけで、今までにない取り組みで撮影させていただいた PV なんですけども、クリスマスは25日までですけれども、一応動画としてはもちろん残ってますんで、この辺もまだ見てないよっていう方は見ていただけると僕的にも非常に嬉しいです。というわけで、第4四半期まで、4つに分けて2022年を振り返ってみました。今回ご紹介させていただいた動画、見た方も見てない方も、振り返って見ていただけると、面白いんじゃないかなと思います。2023年オートサロンボンドグループ出店いたします。でパチパチとかやってるけど毎年出店してるんで、別にサプライズでも何でもないんですけれども、今年もありがたいことに出店させていただけます。で今回は過去最大級9台展示ということで、もうパンパンです。多分去年かなその前かな、もう9台とか展示させていただいたことがあるんで、こうパンパンになってる感じはあんまり変わらないと思うんですけども、展示させていただく車がまあ強烈です。で一応オートサロンのホームページでは随時更新中なんで、何台かはアップさせていただいてるんですけど、おそらくこの動画が全部の台数を発表するのが初になるんじゃなかろうかと思います。なんで結構レア情報です。ということで1台ずつご紹介させていただきたいと思います。まず最初に発表するのがランボルギーニ SVJ、 こちらを展示させていただきます。お客様の車両で、基本的にボンドグループで展示させていただく車のほとんどが、既存のお客様のお車で、新しいカスタマイズをした車だったりとか、旬なカスタマイズをした車を展示させていただく機会が多いんですけれども、展示させていただく SVJ にはベロスっていうアメリカの鍛造ホイールブランド、今までは割とご紹介させていただいてないんじゃないかな。あ、大阪店の SF90 にベロスのホイールつけさせていただきましたね。ただこれ今すごい勢いのあるブランドで、2023年本当に注目のブランドになるんじゃないかなということで、新作じゃないか、ベロスのホイールを履いたランボルギーニ SVJ、 多分日本で1台になるんじゃなかろうかなと思います。SVJ 自体も非常に貴重なお車ですし、それにあんまりまだ日本で見れないようなホイールがはまるんで、これ注目の1台でございます。で、あとはアメタンつながりでいくと、なんとアナーキーの新作ホイールをはめた車両も展示いたします。でこれ新作のホイールなんで、今日現在検索しても出てきません。これどこにもまだ情報で出てきてないホイールを、多分オートサロンが世界初じゃないかな。僕らも詳しいデザインに関しては分かってません。でこれホイールも非常に注目なんですけど、車もすごいんですよ。っていうのは、実はこのアナーキーの新作を履かせる車、カウンタックでございます。カウンタックって言っても昔のカウンタックじゃなくて、リバイバルされた方のカウンタックということで、しかもボディカラーがすごいんです。なんとマジョーラカラーということで、界隈では非常に有名な車みたいで、インスタだったりだとか、その辺で知ってるようなんて方も多いと思うんですけれども、その車がなんともう超最新のアメタンホイールを履いて展示されるということで、これ多分ボンドグループのブースだけじゃなくて、オートサロンの会場全体で見てもかなりインパクトのある、見応えのある、話題になる車じゃなかろうかなと思います。そしてまだまだ参ります。なんとマンソリーを今年4台展示いたします。これ内訳をご紹介させていただきますと、まとめでもご紹介させていただいた緑色のカリナン、これ展示させていただきます。であとは大阪で制作させていただいたナルドグレーの RA6、 こちらもなんと展示させていただきます。あとはこちらも2022年カスタム紹介でご紹介させていただいたファントムのフルマンソリー、こちらも展示させていただくと。じゃああと1台何なのと。これがですね、なんとローマのフルマンソリーを展示させていただきます。すごい。これ実は今新車のローマをカスタマイズ中でございます。これマンソリーの公式の方だと赤いローマがベースになってるんですけど、本当に紺色に近いブルーかなのローマをベースにフルマンソリー、外装フルマンソリーにするということで、僕が調べた限りだとマンソリーの外装コンプリートって世界的にもまだかなり珍しいのと、これ日本1号車になるんで、これもかなり話題になるんじゃないかなと思います。実は担当者からこの間連絡が来まして、売ってもいいよという、ちょっとよくわからない連絡が来たんですけれども、お客様は展示させていただくんですけれども、販売の意思があるということで、オートサロンで「お、これいいじゃん」ってなったら、もしかしたら販売になるかもということで、とんでもないよくわかんない、作るのに乗らないんですかって感じなんですけど、そういう車になります。自分で何言ってるかよくわかんないですけど、はい、そういう車です。というわけでマンソリーを今回4台展示させていただくと。そして今回なんとブラバスも展示させていただくんですけれども、ブラバスといえばメルセデスじゃないですか。違うんです。皆さん思い出してください。そうです、ブラバスデイズです。というわけで今回はブラバス展示させていただくんですけれども、メルセデス以外のブラバス2台を展示させていただきます。でこれ内訳としてはブラバスのタイカンと、あとはゴースト、こちらの2台を展示させていただきます。ブラバスのタイカンに関しては動画のご紹介させていただいた1台です。ただ、ゴーストに関してはまだどこにも出てないんで、これもオートサロンで発表になる、おそらく日本1号車じゃなかろうかなと思います。で今まで、ゴーストって言ったらカスタマイズするっていうのも非常にレアだったと思うんですけれども、それをメルセデスチューナーの、ブラバスがカスタマイズってことなんで、非常に本当に注目の1台になるんじゃないかなと思います。であと残り1台に関してはテックアートを今年も展示させていただきます。でテックアートに関しては体感を展示させていただくんですけれども、今年22年に展示させていただいたブルーの体感と別の個体のテックアート外装コンプリートを展示させていただきます。でこれが2年連続同じ車って思うじゃないですか。まあインパクトがある車なんで、これもぜひ会場で見逃さないようにしてください。というわけで2023年にオートサロンで展示させていただく予定の9台をご紹介させていただきました。当日僕の方は金曜日プレスデーから日曜日まで3日間ブースの方にいますんで、ご来場の際はぜひ見かけたらお声かけくださいませ。というわけで今回の動画は2022年の振り返りとオートサロンについて少しお話しさせていただきました。本当に2022年皆様のおかげでボンドチャンネル無事終えることができそうです。はい。でもちろん来年に関しても、新しい取り組み、特にライブ配信とか止まっちゃってるんで、来年はライブ配信なんかも積極的にやって、皆さんとより情報交換だったり意見交換ができるような場も強化していきたいと思っていますので、ぜひぜひボンドチャンネル今後ともよろしくお願いいたします。そして今年は葛飾店がオープンしたということで、店舗の方も増えてますんで、実際そのカスタマイズをするだとか、車の購入検討している方なんかはぜひ各店にご相談いただけると幸いでございます。というわけで本当に2022年皆様ありがとうございました。ボンドチャンネル引き続き来年もよろしくお願いいたします。この動画もよかったら高評価、もう最近高評価じゃなくても低評価でもどっちでもいいんで見たらどっちか押してください。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。